西高東低の天気図。出典 https://www.jma.go.jp /jp/G3/ 西高東低の気圧配置の冷西高東低とは、地域の東に低気圧、西に高気圧が存在している気圧配置を指す。極地側の寒冷地帯からの風が吹き込みやすくなり、北半球ではこの場合、北寄りの風が吹き込む。本項では中記しない限り日本列島に対する気圧、配置について記述する。天気図上では、東の低気圧と西の高気圧に挟まれて、等圧線が幾重にも南北に走っている特徴的な図になる。気象以外の分野では、統計結果などの分布について、東日本と西日本、あるいはある地域の東部と西部に明示的な差が現れた時に、この言葉を流用したりあるいは逆に、東高西低などという。中国大陸の衛星地図南アメリカ大陸の衛星地図一般に、西高東低は気象条件を表すのに用いられる言葉だが、世の中の情勢を表す表現として使用されることもある。公営競技においては、上位ランクの選手、競走馬などの層の厚さや高額賞金競争の優勝者の本拠地の勢力図において、西日本側が優勢になっている状況を指して、専門誌などのマスコミなどが西高東低と表現することがある。中央競馬においては、人馬の拠点が東日本は、茨城県の美保トレーニングセンター、西日本は、滋賀県の栗東トレーニングセンターの2カ所に集約管理されており、所属馬はそれぞれ、関東馬、関西馬と呼ばれる。ここ20年ほどは東西を比較すると、重賞勝利数、獲得賞金額、G1 タイトル数などの成績面で関西馬が関東馬を圧倒する状況が続いており、このことを指して、西高東低という表現が用いられることがある。過去、1980年代前半までは逆に、関東が成績が良かった時代もあり、東高西低という表現がされたこともある。また、競艇でも2000年代後半以降、西日本の選手が大きなタイトル戦において優勢となり、準優勝戦や優勝戦の枠の多くを占める状況が続いており、競馬と同様に西高東低という文言がスポーツ新聞や競艇専門誌において記事やコラムで使用されることが見られる。九州の交通網の整備は九州自動車道や九州新幹線が着々と整備されているのに対し、日豊本線は手付け数で将来的な施策の予定も立てられていない。これについて、宮崎県の経済界などからは、西高東低であるとの指摘がある。なお、建設及び計画の進捗が遅れていた東、九州自動車道は、2016年に北九州ジャンクション清武 JCT 間が全線開通しており、清武 JCT 以南も建設中である。愛知県においての西高東低とは、三河地方より名古屋、尾張地方に政策や投資が偏ることを言う。ヒップホップミュージックにおける1990年代は、アメリカ西海岸から発せられるサウンドが発祥地であったアメリカ東海岸を凌駕するほど人気を博していたことから、こう例えられる。中国大陸。東アジアの地勢は西に山脈が多く、東に平地が広がることから、西高東低の地形と表現される。また、南北、両アメリカ大陸も同地形に該当する。南アメリカ大陸は、アンデス山脈、北アメリカ大陸は、ロッキー山脈を中心に、西高東低の地形を形成している。日本の年少人口比率日本の都道府県別の、合計特殊出生率は、おおむね西日本が高く、東日本が低い状況にあり、西高東低と言われる。1990年以前に、このような傾向は見られなかったが、2010年に、首都圏と近畿を除く地域のうち、北海道と東北の出生率の低下が指摘され、顕在化した。2019年の合計特殊出生率では、上位10県のうち6県を、九州沖縄地方が占め、中四国からも3県が10位以内に入っており、中四国以西で最も低い福岡県でも 1.44、となっている。一方で、関東伊東では、福島県が 1.47 で14位につけている。以外は軒並み低く、それ以外の全県が 1.40 以下となっている。荒出生率や年少人口比率も同様に西高東低の傾向である。ありがとうございます。